ドン・コージスは、アメリカ合衆国男子、プロバスケットボールリーグ NBA で活躍した、元バスケットボール選手。ウィスコンシン州ミルウォーキー出身。ヒューストンロケッツ最初期のスター選手である。1963年のバスケットボール、世界選手権のアメリカ代表。ドン・コージスこと、ドナルド・アール・コージスは、ドウエイン・ウェイドと並んで、 マーケット大学バスケットボールチーム史上最も優秀なオールラウンドプレイヤーと目されている。1959から60シーズンには20.9得点15.4リバウンドを記録してチームを23勝6敗の成績に導き NCWA トーナメントオールミッドイーストチームに選出されている。 最後のシーズンである1960から61、シーズンには21.4得点17.1リバウンドを記録し、シーズン通算462リバウンド、キャリア通算1504得点は、同行の最多記録となった。背番号44は、同行の永久欠番となっている。1961年の NBA ドラフトで、 ボルティモア・ブレッツから全体13位指名を受けて NBA 入り。ブレッツとデトロイト・ピストンズで3シーズンを過ごすも、平均7得点6リバウンド前後の成績が続き、NBA でコージスの才能が発揮されるまでにはやや時間がかかった。1966年に誕生した。 シカゴブルーズにエクスパンションドラフトで移籍をしたのを機に10.2得点6.1リバウンドと成績を伸ばすと、翌1967年には、再び新たに誕生したサンディエゴロケッツにやはり、エクスパンションドラフトで移籍。ここで、コージスは、キャリアの絶頂期を迎えた。ロケッツでの1年目には19.7得点10.3リバウンドと、 大きな飛躍を見せ、オールスターゲームにも初出場し、コーディスは、ロケッツ史上初のオールスター選手となった。翌1968から69シーズンには、キャリアハイとなる22.5得点9.6、リバウンドを記録し、新人エルビン・ヘイズと共にロケッツを、初のプレイオフへと導いている。コーィスは、ロケッツの中心選手として活躍したが、 1969年に誕生したシアトルスーパーソニックスにまたもやエクスパンションドラフトで移籍することになった。すでに30代を迎えていたコージスの個人成績は緩やかに下降戦をたどり始めた。ソニックスでは2シーズン過ごし、1972年にカンザスシティオマハキングスに移籍。キングスで3シーズン過ごした後、1975年に 現役から引退した。NBA 通算成績は12シーズン814試合、9948得点4555リバウンド、平均12.2得点5.6リバウンドだった。ありがとうございます。